どうも、なおちんでーす。メガテン5やっていきまーす。よろしくお願いします。さあ、今日はコメントありがとうございます。このパーティーを使っていきますね。交流、アルテミス、アラハバキです。交流のユニークスキル、輝きの竜輪ですね。これ少し前の動画で使ったんですけども、使い方がなってなかったらしい。これはヒット数がとにかく多くなればなるほどダメージが上がるらしいんですよ。なので、アラハバキの自在を使って、で、銀河劣勢剣を7回ぶち込んでいくっていうのが正解みたいですね。さあ、どれぐらいのダメージが出るんでしょう。今日は輝きの竜輪アルテミスパーティーです。それでは行きましょうか。難易度は創世のノーマルです。で、今回はヤマタノオロチで、チャージを入れていこうかと思います。必中クリティカルですね。うん、やっぱ避けられても嫌だし、クリティカルで攻撃したいので、これで、アラハバキをまず最初にやっていきますね。なるほど。 OK で持って、ペットシーで自在を入れていくと、でこっからがちょっとで、ね、デバフバフを入れていきますので時間がかかります。ここはカットしますね。バフが完璧になってからスタートしましょう。出番だ、行け。よし、これで準備完了ですかね。うん、バフもかかって相手もデバフかかってる。いいよね。でパスパス、パス。交流は、あ、いいよね。自在がかかってる時に、スキルが発動するよね。うん、輝きの竜輪、それでいいね。はい。で、この状態で、まず、一発目。もうどれぐらいダメージが入っていくか、一回一回ちょっと見ていきましょう。まず一回目。これはもう通常ダメージですよね。金が絶対天まあまあまあ、600ぐらい。600。おお、すごいね。え、これ、多分、7発目ぐらい耐えれないかもしれないな。オッケーオッケー。で、また、アルテミスを引っ込めて、で、会心のバフをね、入れていかなきゃいけないんでね。はいはい。まあ、1発目が600ぐらいですね。次、2発目、さっきが600だった。どれぐらいいく？おお、700近くいったね。700近くまで上がった。これ、もっと上がるぞ。で、持って、3回目。600、700ときて。あ、まあ、若干上がったっていうところか。まあ、ブレがあるからね。はいはい。でも確実に上がってきてる。続いて4発目。これはもう800超えてくるでしょう。ここで。800超えるはず。おーし、よし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 。いいよ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 。もうちょっとで4桁いく。まだ攻撃できるからね。さあ次。おもうメタトロン半分以上削ってるぞ。1000いくか。あー、まあ。もうちょっとで1000っていうところ。980ぐらい出たね。6発目。これは確実に1000超える。6発目で1000超える。おしよしよしよし、1000超えてきた。1000超えてきた。これ最後。あ、でね、最後は、アルテミスじゃなくって、ザオ権限がいいらしいんですよ。一番最後の攻撃だけは。変えます。出番だ、行け。この蔵王権限のあのね、ユニークスキル、なんて読むか分かんないですけども、味方の攻撃のヒット数が多いほど物理の、あ、自分の物理属性スキルのダメージが上昇するなんですよ。なので今までどんどん、ヒット数が上がってきてて、最後の最後に刹那をぶち込むと相当強いというふうに書いてあったんですけども、ちょっとやってみようか。
うん、アルテミスのやつでも、もうすでに、この難易度で1万6000ぐらいダメージ与えれるようになってるんですよね。で、刹那だと、どうでしょう。うん、まあ、バフで、必中とクリティカルがついてるんで、絶対外しません。いや、絶対これ倒せるよな。さあ、最後の最後、ダメ押しの刹那、どれぐらいいくんでしょうか。とんでもねえぞ。はい、ということで今日はコメントありがとうございました。光竜のユニークスキル輝きの竜輪、これが正しい使い方なんですね。とにかく強かった。まあまあ戦闘にはね時間はかかるんですけども、これは確実に勝てる。本当に強すぎるね。うん、で最後の最後のダメ押しはやっぱりねアルテミスよりも、座王権現、これ間違いなかったですね。うん、アルテミスだったらばおそらく2万いくかな。うん、最後の一発は2万ぐらいだったんですけども、座王権現だと4万ぐらいダメージあったね。倍ぐらいいったね。とんでもなかったです。はい、ということでこれ本当に強いのでやってみてください。光竜の輝きの竜輪とアルテミスパーティーでした。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。